吉田さん、まあ何が当たるかやってみないとわかんないですよね。で、成功する方法は最初からわからないわけなんですよ。というよりも、成功しない方法がチャレンジするとわかるんですよね。こういうふうにやったら、丸がもらえませんよ、ツですよっていうのをたくさんもらえるのがヒントになるんですよ。そうやってだんだん残された方法、残された成功の方法があぶり出されていくっていう感じなんじゃないかなと思います。これね、別に慰めでも何でもなくって、 あのよくある成功法則ってどんどん形を変えていくわけなんですよ、ね、過去にどん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 滑り落ちていくわけなんですよしかもその成功法則が自分個人に当てはまるかかかどうかは分からないんですよね、まあ、前もちょっとお話ししましたけどもあのお金のありがたみたくさんお金を持つようになるとお金を使いすぎちゃってお金の管理ができなくなっちゃって結局は破綻したりお金がない人の気持ちが分かんなくなりますよみたいなねことを 言われたりしますけども稼げば稼ぐほどお金の大切さはより身にしみますよこれがなかったらどうするんだろう誰を守れるんだろう稼ぐ方法ってもっともっと貪欲に見つけないといけないな1円10円100円絶対に無駄遣いしないぞって気持ちは稼げば稼ぐほどあた上がってきますからねと同時にお金の儚さですよお金をどんだけ積んでも手に入らないものがやっと見えてきたみたいな感じです お金がたくさんない人は手に入らないものばっかりだと思うんですよ。ね、それこそ月末の携帯代どうしようかみたいなものも困ってると思うんですよね。それはそれで重大な話なんですよ。でも毎月のランニングコスト、生活費が何なく払えるようになっても、あ、お金じゃダメなんだってものがねたくさん見えてくるんですよ。ね、これをそこでは言いませんけども、でもこれがわかるようになったのは実際に現金をたくさん持ち始めたからなんですよね。 これでももななののか、みたいなものがありますえ。そしてですね人の心はお金で買えないと言いますけどもじゃあお金以外で何をあなたは買ったことがあります人の心っていうふうに聞くと途端にね返答に困るんですよつまりその発想ってのはかなり薄っぺらいと言わざるを得ないんですよお金で買えないものがある100も承知ですなぜなら普通の人以上にお金を持ってるのにどうにもならないことがやっぱりねあるんですよ それはねやっぱりある程度お金を持ってると本当に骨身にしみて言うことができますお金を持ってるがゆえに人に信頼されないということもあります人に裏切られるということもありますそしてお金を貸してくれということを断ったらひどい人だっていうねそんなね罵詈号を受けるんですよ何なんだと思いますよねお金を持ってる人は当たり前のように言われるままにお金を貸せばいいんですかお金をあげればいいんですかって話になっちゃいますよね そそれこそお金を軽視していると思いますよね。お金っていうのはイコール命にも準ずるものだと思います私は命を削ってそれこそね顧客のために死ぬというマインドで構築してきた資産がありますだから誰よりもお金には真面目に取り組んでいると思いますし今は自動的にお金が入ってきているということも言いますけども自動的にお金が入る仕組みを構築するためにどれだけの歯を食いしばったかってことですよねそれこそね 100万、300万、500万、下げられてもくじけずに前に進んだわけですよ。人を恨むよりも、自分が、見通しが甘かった自分の見る目のなさを悔やんだわけですよね。そうやって一歩一歩前に進むと。あいつのせい、こいつのせい、時代のせい。まあ、寝言ですよね、これは。一部先天的に仕方がない人がいるのはね、もうあえて言うまでもないと思いますけども、自分で選択権があってね、責任を取る腹がくくれていて、 それでもし手に入らないのものがあるとしたらそれは結果の一つとして受け止めなくてはいけませんしそれを次のチャレンジにどう生かすかこれをねやっぱり見ていかないといけないでしょうねいやそれにしてもね歩いた方がいいのか走った方がいいのか雨に濡れるのはどっちだみたいな実験をこんなバカバカしいことをやっぱりやるでしょでも自分ではやらないんですよね多くの人だから一部の人がやったことに注目するんですよまさにここですよ バカバカしいことでもちゃんととやるのかバカバカしいことはやらないのかだったらバカバカしいことはやりませんという人はどんな賢いことだけをやって今までの人生を作ってきたんですかってことなんです結局はバカバカしいことだろうが賢そうなことだろうがどっちも手を出せずにもしくは全くの勘違いでぶつかってそしてこの手の隙間からこぼれ落ちたんじゃないかなと思いますね私はみんなの銀行というね アプリ1000円でもまたぎませんよ100円でもそこにはきちんと誰かが営業を取ってきてそれをビジネス化した人がいるわけですよその背景を見ればお金というのは多くの人の結晶だということがわかります100円でも10円でもバカにできないと思いますね今日もペイペイポイントがね10ポイント入りましたけどもそこにもその仕組みを作ってくれたソースバンクというグループペイペイというね仕組みペイペイ銀行というものがあって 多くの方がやっとの思いで流通させたペイペイの10ポイントじゃないかなと思うんですよ。ね、いや、だからペイペイのね、10ポイント、1ポイントだって、もう私が知る限り人類の中になかった仕組みが今来てますからね。このテクノロジーによってこれができるようになったわけですよ。そこにもう、類まれない才能を感じないと、それこそ受け取る力がなかったということになるんじゃないかなと思うんですよね。うん。 ということでございますペイペイの10円でいきましょうかこれはいってらっしゃい